トレド山地は、イベリア半島中央部を東西に走る山系。スペインのカスティーリア・ラマンチャ州とエストレマドゥーラ州、ポルトガルのアレンテージョ地方にまたがっている。最高峰は、標高1603メートルのラビリュエルカ。トレド山地は、イベリア半島中央部に位置し、メセタの南側を東西に分断している。その長さは、約350キロメートルであり、最大幅は、 1> 約1 0 0トルである。最もっとも、幅が広がるのは、カスティーリア・ラマンチャ州、シウダー・レアル県、プエルトヤの付近である。北側は、タホカワ、テイジョ川の流域、南側は、グアディアナ川の流域であり、トレド山地は、両水系の流域を隔てている。その東端部は、歴史的なラマンチャ地方の自然境界の一部となっており、その西端部は、 ポルトガルのアレンテージョ地方ポルタレグレ県に達している。トレド山地内の保護地域として、スペインのカバニエロス国立公園と、ポルトガルのサンマメーレ山地自然公園がある。トレド山地は、以下のような複次的山地に分けられる。競技のトレド山地は、抗義のトレド山地の東側部分のみであり、行政的には、カスティーリアラマンチャ州、シウダーレアル県北西部とトレド県南西部である。 シウダーレアル県にはトレド産地に名称の由来を持つモンテスでトレド群があるが、この群にはトレド産地の一部分が含まれるのみである。トレド産地の主要部分は以下の産地である。主要部分には以下の産地もある。抗議のトレド産地は以下の範囲も含む。ありがとうございます。